ロアーナ軍のことについて。あのことですか。確かに奇妙ですね。うん、噂では予言などと言われておりますが、私にはそんなものはただの流言としか思えない。そうですね。調べてくれませんか。え、そのことに関してもっと詳しく。でも前に一度探りを入れてみたときはどうも要領を得なくて。ではもう一度そうしてみてください。あと向こうがそのことに関してどういう反応を見せたかについても私に報告を。ええ、いい子ですね。少し可愛がってあげましょうか。この間はどうもありがとうございました。アルマティ騎士団のことに関して今は聖騎士団と言った方が正しいのかもしれませんが。もっと痛くして差し上げますね。やめて言うこと聞くから。やはりあなたは変わりましたね。少し前まで幼なじみを裏切れないと言っていた方とはまるで別人のよう。だってあなたが。そうですね、悪いのは私ですね。私があなたを脅迫し、あなたに全てを裏切らせた。そう、よ。ねえ、シエル。私の言った通り、人の心などたやすく変わるものです。心など痛まないようになったのでしょ。そんなことない。いや、爪に力を込めないで。まだあなたの両親とやらは傷んでいるのですか。それは大変ですよ。さぞかし苦しいことでしょう。シエラ、一ついいことを教えてあげましょう。今私はディアンに面白いことを調べさせているんですよ。面白いこと。うん、分かり次第あなたにも教えてあげますから、楽しみに待っていてください。あなたと同じように人が変わっていく様をあなたは旗で存分に眺めるといいでしょう。なかなか面白い見物となるかもしれませんから。ああ、血が出てしまいましたね。申し訳ありません。つい力を入れすぎてしまいました。堕落。あなたはここにいながらにしてすでにその森をさまよっているのかもしれない。アス！先ほど偵察部隊から報告が入った。ハルワタート川にすでに架橋されたとのことだ。なんだ、もう知っていたのか。
国境警備隊をものともせず国境を越えたらしい。まだ数は正確に分かっていないものの、奴らはこちらの方マナフに歩みを進めているらしい。ああ、といっても一気に何万もの軍隊が押し寄せてくるとは思えないが、やはり最初は数体といったところだろう。それに関してはこれから協議する。僕としては砦のことは砦に控えている警備隊に任せ、早く塔に行くべきだと思うが、そして一刻も早くボルド領内からの進軍を断つことこそが後々のことを鑑みるに最良の判断だと思う。ああ、それにしてもルフィーナの予言が見事に的中するとはな。頼むから、あの言葉の通りロアーナ領を踏み荒らされたくはないものだ。どちらにしろ今は森を抜けたばかりだ。小休止を取らなければならない。だから今のうちに体を休めていてくれ。街中の方に宿屋を取ってある。よかったらそこに行ってゆっくりしていてくれ。団長が来ていたとは知らなんだ。恐ろしい。確か牧師団長といえば百戦錬磨の女騎士。彼女が真の怒りを見せた日には一個正体など簡単に全滅させられるというのがもっぱらの噂じゃないか。期待の神聖であり切り込み部隊たる僕は今後その剣を交えなくてはならないのだろうか。一体どうしたらいいんだ。え？ああ！なんだ君は。いつからそこに。センチメンタルになっていたの。君はずっと聞いていたわけだな。なんてやつだ。なんだその知り合いみたいな口調は。なに？それでどうしたんだ。嘘を言うな。まったく君ってやつは本当にどうしようもない男だな。こんな嘘つきがルフィーナの兄だなんて恐ろしい事実もあったものだ。不愉快だ。僕はもう行く。ルーる。
ああ、うるさいね。借金の取り立てじゃあるまいし、そんなにしつこく押し出ないよ。ルー！何か用があるんだったら、さっさと入っておいで。ルー！おや、若い男じゃないか。私のところに若い男が訪ねてくるだなんて、何十年ぶりだろうね。なくてもいい。お前さんの心ゆくまでくつろいでいってくれ。しかし、お前さんは私の知り合いによく似ているね。思わず見間違えそうになるくらいに。隅に置けないね。かわいい子じゃ。もちろんさね。何を当然のことを。この子は何なんだろうね。何かを感じはするが、私にはそれが何だかよくわからないよ。ルン！そうだ、お前さんにこれをあげよう。それをあげよう。懐かしい感じのするお前さんに。ここがどこかも知らずに入ったということか。やれやれ、ここはそう簡単に人に気づかれるような場所じゃないっていうのに。運命を感じるよ、何がしかの。さあ、なんだろうね。私にも正直よくわからない。でもここに来た以上、そして力あるものである以上、お前さんは私の客だ。そう、術師としてもね。さあ、これで私が何をするかわかったよ。お前さんが私の力を必要とするのなら、早くそれをお出し。これで大丈夫だよ。よかったら、またおいで。Thank you.
ちは。ええ、サージェス様が守ってくださいましたから。はい、もっとも私は荷馬車の中にずっといましたけど、ルフィーナさんが歩いていたっていうのにちょっと申し訳ない気分です。ありがとうございます、そう言っていただけると。ところでルフィーナさんといえば、お会いしたのは初めてですけど、ちょっと想像していた方とは違うんでびっくりしました。いえ、そういう意味ではなく、なんというか普通に親しみやすい方なんで驚いたんです。私もっと怖い方を想像していましたから。もちろんです。と、そうだ、アスさん、ようやく鎧が修繕できたのでこれお返しします。母さんの手伝いをよくやっていましたから。私の母さんはそういったことを内職としてやっていたんです。でもアスさん、今着ている鎧で森では大丈夫だったんですか？私それが心配で。でもかなり損傷が激しいみたいですけど。敵？もしかしてアスさん、ボルド兵と剣を交えたんですか？それで大丈夫だったんですか？一番しんがりだったって聞いたから、またあまり活躍できなかったのかなってちょっと心配してたんですよ。でも実は大活躍してたから遅かっただけなんですね。すごいですよ本当に。いえいえ、あ、そうだアスさん、そういえばクレアさんが探してましたよ。そういったわけではないですけど、多分そうなんじゃないかな。女の勘ってやつです。探しに行ってあげてくださいよ、きっと喜びますよ。